ねえ今って忙しいよね <laughs> だよね忙しいよねお仕事中だもんねんえっ、ー、と、えー、ね最近君の仕事が忙しいでしょだからちょっと寂しいなって思って。 あ,あ、仕事の邪魔したいわけじゃないよ。君が忙しいのは理解してるつもりだし、できるだけ迷惑かけないようにしてるつもり。ああ、でも、こうやって僕が話しかけてるだけで邪魔だよね。わかってはいるんだけど、やっぱ、寂しくて。怒らせたならごめんね。僕邪魔してるよね。 君の仕事は理解してるつもりなのに、ダメだな、僕って。ごめんね。忙しいのは分かってるけど、本当に寂しくて。ねえ、キスしたい。そしたら、もう君の邪魔しない。ちゃんと我慢するから、お願い。 一回だけ気分じゃないって僕のこと嫌いになった確かにそんなこと言ってないけどなんで君は平気なの僕ばっか寂しい思いして我慢して君は何とも思わないんだね でもそうじゃん。ずっとパソコンとにらめっこして僕の方見てもくれない。仕事中なのはわかってるよ。わかってるけど、僕だって、わかってるはずなのに。ごめんね。ちょっと頭冷やしてくる。お仕事を頑張って。 あれそんな慌ててどうしたの仕事は終わったえ、バカって、いきなり何って、え、何何なんで泣いてんのなんで外に出てるのって、頭冷やしてくるって言ったじゃん。僕が出て行ったと思ったの もう帰ってこないってははは、<laughs> そんなわけないじゃん。頭冷やしてただけだよ。ごめんね。黙って出てきちゃったもんね。すぐ戻るつもりだったんだけど。え、もう一時間以上経ってるの本当にあ、うわぁ。 ほんとだ。心配かけてごめんね。ほんとにごめん。ぎゅー。うん。はは。ちゃんと君に好かれてるんだなって分かったから、もう大丈夫だよ。まさか。 君が泣きながら僕のこと探してくれるなんてさ、思ってもみなかったや。君も平気なわけじゃなかったんだね。ううん。僕の方こそごめんね。君の仕事が忙しいってわかってたはずなのに邪魔しちゃって。ちゃんと理解してたつもりだったんだよ。君に迷惑をかけたかったわけでもないし。 でも、寂しいのが積み重なってさ、我慢できなくなっちゃってた。ねえ、キスしたい。今すぐ。外だけど、誰もいないからいいでしょダメなのじゃあ僕帰らない。 このままここにいる。じゃあキスして。早くしないと、誰か来ちゃうかもよ。はーやーく。はい、ここまで近づいたら、あとは君がちょっと前に出るだけだよ。僕目閉じてるから、早くして。そう、君からキスするの。いいでしょ。 えー、それだけって <laughs> その照れた顔めっちゃかわいいえ笑い方が気持ち悪い仕事のないじゃん君がそんなかわいい顔するからだよ <laughs> 君がキスしてくれたから満足って思ったけどあんな顔見たら我慢できなくなっちゃった 外なのにごめんね。嬉しいに決まってるじゃん。君に好かれてるって再確認できて、キスまでしてもらえて、嬉しくないわけないでしょ大好きだよ。本当に大好き。いつも僕のわがままに付き合ってくれてありがとう。家戻ろっか。体冷えちゃう。 帰ったたらまイイチョイチョしよういいでしょダメって言われてもする絶対にするからね <laughs> いつもお仕事お疲れ様動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています 気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てね。バイバイ。